여러분 안녕하세요. 무고무고입니다. 今日はちょっと私のちょっと事情がありまして 申し訳ございませんが 予定をちょっと書いて皆さんにチャンド君を紹介してみたいと思います。 チャンド君は皆さんがご存知のキョンボ君というメインのお城がありますよね。その近くにあるとても綺麗に作られていて、ドラマですとゾンビのファンタジー朝鮮時代劇ですよね。キングダムとか、新米士官クヘリョンというロマンス時代劇とか、 でまたは最近大人気な袖崎赤い靴とイーサンのリメイク作ですよね。こういったドラマでも使われるなどとても綺麗なお城なんですよ。このチャンノ君なんですが、日本語の説明を公式的なものをとってきますとこんな感じなんですが、簡単に言いますと皆さんが朝鮮といったらキョンボ君を思い浮かぶと思いますが、 キョンボ君はブンロクの駅に燃えてしまってから、その後からなかなか再建できなかったので、小さいの朝鮮の、また朝鮮王族のメインのお城として働いたのがこのチャンド君なんですよね。で、 このチャンド君なんですが、皆さんがコロナが落ち着いて韓国にいらっしゃいますと 入場料は300円ほどになりますね。 ただ韓国民族衣装を皆さんがレンタルして入場した場合は無料になりますので、せっかくなんで韓国民族衣装などをレンタルして写真とか撮りながらいかがでしょうか。入場時間はですね、およそ9時から16時30分まで、 実際17時とかやるところもありますけれども、一番16時30分まで行ったら入れないことはないということで、16時30分までということを覚えてくださいね。で、それと毎週月曜日がお休みなんですよ。月曜日がお休みだから気をつけてください。で、ただし 月曜日が高級日の場合は、高級日の次の日がお休みですね。月曜日まで高級日だったら火曜日がお休みで、火曜日まで高級日だったら水曜日がお休みですよ。これも覚えてくださいね。で、水曜日と金曜日と日曜日の11時から無料の日本語ガイドツアーもありますので、せっかくいらっしゃっていろんな説明を聞きたい方は 水曜日、金曜日、日曜日の11時、ぜひ覚えてくださいね。で、それと私が今回の取材にいた時にチャンド君の中で猫を1匹発見しましたが、ちょっと私がいろいろ調べてみると、私が以前の動画で説明したスクチョンの君孫の子孫である可能性がとても高いらしいですよね。 チャンド君のあちこちで現れるみたいなので、皆さんもしかしていらっしゃいましたら、クムソンの子孫を探してみるのも楽しみの一つなんですよね。じゃあでは一緒に皆さんとオンラインツアーをやってみたいと思いますが、一旦皆さんの目の前に見えるのがトンファムンといって、チャンド君のメインのドアになりますが、面白いんですよ。下を見ますと入り口は実際5つ作ったんですけれども、左と右は閉じられていますよね。理由が、 中国の皇帝が5つの門を使うことになって、その家臣国は3つまで許されるからこうやって閉じているらしいんですけれども、考えてみたら面白いですよね。最初から3つを作ればいいんですけれども、わざわざ5つを作って2つを閉じるというところで妥協するという挑戦、やっぱり面白いですよね。じゃあでは今からツアーを始めたいと思います。中に入ったらこんな感じになりますが、綺麗な朝鮮末に囲まれながら右に曲がりますと橋が見えますが、この橋はドラマクヘリョンで使われた橋で、前にある門はチンソン門という門ですよね。 この橋の場合は昔は水が流れてたんですけれども、最近は地下に水が流れてるらしくて、現在は水は流れてないみたいなんですよね。こうやって花も綺麗に咲いていましたが、朝鮮の王様はこんな綺麗な花とか朝鮮松を鑑賞しながらこのチンソン門を通っていたと思います。じゃあチンソン門を通りますと、目の前にスクチャン門が見えますが、ドラマクヘリョンで使われましたね。普段業務がない時とかはこの スクチャン門を通ってからそのまま寝室に向かってたらしいです。で、この周りはまだちょっと研究中なので特に何もないんですが、今から研究が終わったらいろいろできるらしいです。じゃあここはインジョン門という門で、インジョンジョンというメインの建物に入る入り口でいろんな ドラマで使われましたね。
じゃあこの中に入りますと인정전という창덕궁で一番大きい建物がありまして、朝鮮のメインの行事をやってたところなんですよね。実際写真で見たらこんなに綺麗なところなんですし、建物の前には家臣たちが立つこういった碑石があるんですよね。昔はこんな感じで家臣たちが前に立って王様と話をしていたと思います。そして真ん中の階段の真ん中の部分が平たい理由は、王様の腰が通るためだったそうですよね。でこうやって下から見たらこんな綺麗なところで、これは後説明しますが孫悟空たちの話なんですよね。後に説明します。中を見てみたらこうやって王様が座っていて、まあ、家臣たちとお話をしてたと思いますが、黄色いカーテンなどがあるのは大韓帝国の時に設置されたそうです。で王様から見た、視野はこんな感じになりますよね。じゃあ인정전の鑑賞が終わりましたら、そのまま元に戻るんじゃなくて、右の方向にいらっしゃいますとこういった入り口があるんですよ。この入り口を通ったらまたいろんな建物がありますが、じゃあ一旦まず左に見える建物から説明しますね。この建物の名前は선정전と言いまして、こちらの特徴は何かといったら屋根が青色ですよね。はい、とても高い素材を使ってたもので、なので韓国の청와대がこっちから来てるんですけれども、こっちは大体ですが、家臣たちと王様が政治を話したところだらしいですね。実際경복궁よりはちょっと狭くはなっていますが、まあ、仕方なくこちらを使っていたと思います。中は、こんな感じで狭いところだったんですよね。もちろん狭いから話はしやすかったんじゃないかなとは思いますね。ちなみに皆さんもご存知だと思いますが、真ん中の道は王様が通って、右は文官が、左は武官が歩いてたらしいですよね。じゃあここは非常団と言いまして、一般業務を王様がやってたところらしいんですけれども、入り口が面白いんですよ。入り口をご覧になりますと、こうやって車が入れるように大韓帝国の時に改造されたらしいですよね。じゃあ今からこの中に入りたいと思いますが、実際こっちからこうやって右の方の入り口から入りますと、目の前に見えるのが大女院と言いまして、王と王妃の寝室だったらしいんですが、この日は残念ながら中がちょっと補修中だったので入れなかったんですね。じゃあ非常団の話に戻りますと、中はこんな広い感じで、王様が一般的な業務、地方から上がってきた、まあ、お願いとか手紙を読んだり、またはちょっと王に苦情を言いに来た王位様と喧嘩をしたりとかしてたところだと思いますね。じゃあこの非常団が見終わったら、じゃあ元のところに戻りますが、ちなみに先ほど言った王様と王妃の、寝室大女院は2023年補修工事が終わるらしいですね。じゃあ外に出て左に曲がりますと、성전각というところがありますが、ちなみにこっちにある看板は정조が書いてたらしいんですね。じゃあこの建物は聖者の勉強部屋になります。じゃあ次の王様聖者がこっちで勉強をずっとやってたらしいですよね。とても綺麗なところなんですよね。でただし朝鮮末期には医療施設として使われたようなんですよね。なのでこの前のところ見てみたら、こうやって倉庫みたいなのがあったんですよね。でこちらで医薬品とかを保管してたと思います。ちなみにドラマとかでは大体悪いヤンバンたちがこちらでなんか家臣たちにレイノーンとか言ってるところなんですよね。じゃあ성전각の後ろを見てみると、관무론というところがありますが、でこちらは王様以外の王族の寝室として使われたそうですよね。じゃあここまでご覧になりますと、元に戻るんじゃなくて横にある小さな入り口からこうやって出ますと、フォンという王様の庭に行く入り口がありますが、それは後ほど紹介しますので、今日は右に曲がってですね、낙선제に向かってみましょう。皆さんもご存知だと思いますが、ナシモトノミヤ雅子様って皆さんご存知ですよね。韓国の最後の王スンジョンの息子ヨンチノンと結婚した方なんですが、その方が1989年まで住んでた낙선제に向かうことになります。こちらが낙선제になりますよね。こっちも写真から見たらこんな綺麗なところなんですけれども、この낙선제は皆さん見たらわかると思いますが、他のと違って緑などの色が入ってないんですよね。素朴さを強調した建物だらしいんですよね。じゃあこちらは先ほど説明したように梨本宮雅子様、つまり
韓国の名前ではイ・バンジャ様が1989年までこちらにお住まいになられたんですよね。中に入りますとこんな感じになります。他の建物と違って本当に素朴な感じで作られたんですけれども、その中にもとても洗練された味のある、とても特徴のある建物なんですよね。横にはこうやって使用人たちが使われたと思われる部屋もありまして、多分この中でこうやって軍女たちが住んでいたと思いますが、ちょっと今見たらかなり狭かったんですよね。じゃあとにかく建物自体はとても綺麗な建物に作られていますね。でこの窓なんですけれども、窓を詳しく見てみたらこの部分なんですが、これコウモリだらしいんですよね。コウモリは昔朝鮮でちょっとコーンを持ってくる動物として認識されていたそうですよね。じゃあこの中もちょっとゆっくり見ていきましょう。こうやって右にある小さな入り口を通ります。ちなみにとっても低いので皆さん頭気をつけてくださいね。こうやって倉庫または使用人たちが使ってたと思われる部屋がいっぱい並んでいます。意外ととても規模が大きくてとても広いところだったらしいんですよね。でもう中に入ってみますと、まあ、こんな感じになりますので、皆さんゆっくり鑑賞してみてください。イバンジャ様はこちらで1989年まで住んでいたということなんですよね。ちなみに、まあ、伝統的な建物ではありますが、1900年頃からは電気も通っていたので、まあ、そこまで不便な生活はしていなかったとは思いますが、まあ、ヨンチナンとイバンジャ様はやっぱり日本帝国から監視をされていたので、ある意味ではとても不自由でちょっと苦しい生活もしていたかもしれませんね。一旦じゃあこっちの後ろを見てみると、小さなガーデンがありますので、そっちも皆さんに紹介してみたいと思います。現在はいろいろ研究中でありますし、また修理中でもありますので入れないところはいっぱいありますが、まず入れるところだけでも皆さんに紹介してみたいと思いますが、後ろにはこうやって ある意味ではちょっとガーデンと言いますかね、そういうところがこうやって広がっています。石とかもとても綺麗な石とかを並べていますよね。ただまあ後ろに入ったらもっと広いガーデンがあったと思いますが、目の見えるところだけではとても狭かったので、やっぱりちょっと監禁されている辛い生活をしていったんじゃないかなと思いますね。今日は現在まで公開されていたチャンド君の様子を皆さんに紹介してみました。いずれか皆さん韓国に行けるようになりましたらぜひ行ってみてください。今度チャンド君の裏にあるフォンも皆さんに紹介してみたいと思います。今日も聞いてくれて진짜진짜고마워요여러분안녕。